ストライクソースを。そうそうそう。オッケーです。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい、すごい。いい感じですか？素晴らしいです。素晴らしい、いただきました。この感じの。お、光が良きですね。いいですね。お、良きですね。良きですよね。あ、仁王立ち感もまたいい。いいですよね。はい、ああ、なんだろう、いや嬉しいです単純に。あ、でもインビジブルラブの、まあ、黒スーツの時に金髪にしたいなと思ってやって、で意外とそこから気に入っちゃって、あのフィアーズも、あの今回のシングルも金髪 でちょっと長めになりました。ありがとうございます。次はどうだろう、あの赤とかもやってみたいです。ジュノン TV をご覧の皆さん、トランページ from EXILE TRIBE 長谷川誠です。はい、今撮影が終わりました。恋が生まれる彼の横顔という、特集の企画で、撮影をしていただきまして、ジュノンさん曰く、僕がインスタにアップした横顔の写真を見てこうお願いしてくださったということで、本当に、嬉しいです。ジノンさんには、ソロで出るのは、初めてで、楽しみながら撮影をしていただきました。どんな感じになるか、楽しみにしてください。そして今月のトークテーマは食欲の秋ということで、食欲の秋ですね。僕は何だろう、僕は結構子供みたいな食べ物をよく食べるんですけど、ハンバーグとかなんかオムライスとかカレーとか大好きなんで、秋も変わらず食べたいと思います。そして、最後に皆さんのお知らせです。9月30日に12枚目のシングル Fears が発売になります。見えない存在への恐怖と、孤独を歌ったスリリングなナンバーで、とても、この今の、状況下にすごい当てはまった、とてもなんかダークですごいメッセージの強い、楽曲になってますので、ぜひ、自分であったり、この状況に合わせてとか本当にいろんな聴き方をしてこの楽曲を楽しんでいただけたらと思っております。それではバイバイ。